新見市の高速道路高架橋に描かれた、玉垣聖火跡地に残る、玉垣の日当時ゆり文書湯箱84玉垣書状京都府立京都学、歴彩り館当時ゆり文書ウェブから、当時ゆり文書湯箱84玉垣書状京都府立京都学、歴彩り館当時ゆり文書ウェブから、当時ゆり文書湯箱84玉垣書状 京都府立京都学、歴彩り館当時ゆり文書ウェブから、玉垣、玉垣は、京都当時領の二味将の召喚、総追武士の福本大阪部進むぬ妹とされる。玉垣に関する、直接的な資料は、当時ゆり文書の中の、玉垣書状と、助記を中心状などに限られている。文献などによると、玉垣は、干渉3年、当時から、 ただむ大官として、新見に着任した、当時の僧、助ケキの身辺の世話をしていたらしい。助ケキは、干渉4年7月、年組能の,の名主、豊岡を追放したことを機に、隣接する、小国寺寮に住む豊岡の親族によって残殺される。現在の新見市上市近辺、岡山県道378号上、市政村西方線の旧の、 坂トンネル東側入り口付近と言われている。現場に、新見市教育委員会設置の展示看板がある。当時に向けて、スケキヨの遺品を求めた手紙が、玉垣書状で、中世農村女性の実質書状として、全国的に珍しい資料と言える。なお、この書状が、玉垣自身が仕立た,ためたものであるか否か、また、玉垣が遺品を譲り受けることが叶ったのか、 玉垣の年齢、スケキヨとの関係などは伝わっていない。新見市政法の新見公立短期大学南の JR 白尾線線路脇には、彼女の生家である、福本大阪別進亭跡地があり、そこに玉垣の碑があり、書状の一部が抜粋され、刻まれている。また、関連資料が私立新見美術館に展示されている。かように去る参らせ将来は、 はかりりそうらえとも、一ふてさるまいらせ候。ろう。さてさていうせいのおこと、か、ようにおなり、こうじ、おいたわしさ、なかなかさるはかりなく候。ろう。またそのおりふし、まんところに候ろうしほとに、あとのじは、わちをもかくしさる候ろうて候。ろう。さこうほとに、ゆうせいのいろいろのもの、ひとしりたることく人気をしそうろうて、まんところとのえ、まいらせ候。ろう。さためて、おさるあるえく候。ろう。 さこうほとに、幽生の機械しようよその気は切らせ騒動て、失われ騒動。また少し残りたるおは、骨をも折られたるし、ユンにも参らせ騒動。また後の弔いにも申して騒動。遺産派かきたて騒動て去る参らせ騒動。このほとなしみ猿こ候ほとに、少しのものをは、幽生の形見にも、見参らせたく騒動。休校派、いかほとを嬉しく思え参らせ騒動。 返しのこのよしまんところとの絵も、猿参らせ候、動、優勢のもの、人知りこうままみなみな参らせ候。この人気のまま、急行派、伊かほとお嬉しく候、動、あなかしく、玉かき文書との絵参る、優勢のいろいろ人気人をわし一貫分その木は、いろいろに使いこう一、青こそて一し雲家に参らせ、こう一抜きて、わたに同うし雲家んに参らせこう一方平一同。 死運家に参らせ、こう一頼みの表五枚売り騒動てこれも後のことに、使い騒動この色色派、かようにして騒動、またこれ派、わひじ猿参らせ騒動、一白い子そて一一つ向きの表一一布の子一これ、三の字派、優勢の形見にも見せられ、こう派、いかほとこ嬉しく騒動、すけきよの遺品の目録の報告。 それの一部を売却し葬儀の費用に充てたこと、また葬儀に当たった層に寄進したことを報告すると、共に残った遺品の一部である、白い小袖、紬の表、布子を形見として賜りたいと願い出る内容である。ありがとうございます。